あすごい。ハロー YouTube 草薙チャンネルにようこそ。わいいじゃん。今初めて見ました、リアルに。へえ。なんかぴったりだね、このね、絨毯も。絨毯、うん、絨毯もいいじゃん。へえ。どこか分けちゃう。どこか分けちゃう。映んないでしょ。どう？映る。どこから映るのかな。緑ではあります。おお。もう。映ってるか。でもこの棚とかもすごいいいじゃん。いいね。あ、いいね、座り心地。ここの立ちはここに置いてあるんだ。まあそれ、まあどういう風に配置しようかなみたいなところもちょっとお話ししてきたかなと。あ、後ろがいいかな。後ろの方が目立つかもしれないですね、うん、ここら辺にいいじゃん。全部じゃんけんで僕が買ったんだよね。いやでもこの間も慎吾ちゃんとねコラボレーションしたりとか、相互コラボで、ね、相互コラボで、で、香取さんと同じところで買ってっていう感じ。なかなかのなんか仲良し。そうですね、つよちゃん、しんごちゃんって感じで。ねえ、ゴロちゃんは全然出てこない。ゴロちゃん出てこない。あ、これもちゃんとあれなんだね。そうです。うん、これいいね。今回全部新規で新しくしたということで、はい、いや、このテーブルもめっちゃいいよ。あ、これくるみちゃんね。くるみちゃん、これにこうやってこういう感じで。あ、いいですね。うん、いや、センスあるな。いいね、これヴィンテージっぽくていいよね、はい、どうですか、座り心地は。すごいいいね。いいですか。うん、あの、ちょっと難点がここに座るとちょうどこう切れ目になっちゃうっていう。二人用みたいな感じですね。まあ、それでもまあ全然いいですけど。こっちしよう、こっちにこっち。そうです。別にこれでお送りしてもいいかな。すごくいいです。ようやく来ましたか、新しいチャンネルに。慎吾ちゃんはもう引っ越してここ新しい家具入れてやってる。はい、もうやってるんだ。何回か、何回かやってます。じゃあ僕が追いついたわけですね。そうですね、引っ越しして。で、結構まあ今前のスタジオで使ってたものを、まあ、取っ払って、うん、前にちょっとお話出てたのが、まあ、サボテンというか、なんか植物系、うん、後ろの棚なんか置くスペースは結構あるかなと思うんですけど、うんうんうん、であとサイドテーブルとか含めどうしましょう、うん、そうだね、植物欲しいね。やっぱ緑的な、ね、緑の手入れが少なめでちゃんと育つような。はい、はい、なんかあるじゃないですか、はい、それこそサボテンみたいなやつ、ね、あれをやっぱりちょっと後ろに2つぐらい、はいはい、いや、そんな大きすぎずって感じですかね。うん、くるみちゃんの人形ぐらい、このぐらいの感じで、はい、あったら。そういうとこ知ってるんですか。調べれば。そうですね、調べれば。なんで、うん、まあ、調べときます、見ときます。うん、そうだね、まあ、そういったものを、まあ、新たにまた買っておくのか、それとも草薙さんの、まあ、いや、買わなくていいよ、もうシンプルな。いや、なんか置くけど、その都度気になったら置いていく感じでいいんじゃないかな。はいはいはい、はい、で、家にもさ、結構さ、おもちゃあるから。あ、なんか置くものありますか。あるから持ってくるわ。あ、そうですね、ちょうどなんか整理してて、はい、なんか持ってくるよ。なんか僕たちの方でも、なんかこういうのいいかなって思ったものはちょっと買って、なんか、うん、撮影のたびに、まあ、ちょっと変えたりとかで、ちょっと雰囲気も変わるかなと思うんで、ね、こだわって置いていきたいね、今回はね。なんか一応前に、うん、あの K チャンネルってあの絵本のやつあるじゃないですか。うんうん、あれ置いてあるの。あれも一応まだあるんで。あ、今ある。あ、ありますよね。ちょっと今今日はそれにしておこうか。はい、毎回固定じゃなくても。でもさ、そんなこと言ってもここの部屋ってさ、もうそんなにいっぱい買ったらさ、ガラクタだらけになっちゃうよね。あ、でも全然誰か住んでないの、ここに。住んでないの。はい、僕と慎吾ちゃんの YouTube 撮るだけ。まあまあ、まあ、主にそうですね。はい、住宅だね。そのために借りてもらってんの。はい。すごいね。
今どう、慎吾ちゃんと俺どっちが頻繁に上げてますか。彼です。あ、そう、はい、すごいね。すいません、ちょっとこの1ヶ月ぐらいちょっと空いちゃって、うん、ちょっと忙しかったか、映画の舞台挨拶が忙しかったと思うんで、うん、まだやってるからね、すごいですよね、すごいよ、とか、うん、あ、この辺詰めなくてもいいけど、これ色でもちょっと塗りたいな、もうちょっとカラフルにしたいな。そうですね、黄色だったり赤だったりみたいな。いいんじゃない、とりあえずそれにしといて、これもこれ取っとこう。スペルわからないから。ならチャンネル、ケーチャンネル。ちなみにそこのサイドテーブルはどうしましょう。これいらなかったからないらなかったね、あれね、正直。なんかちょっと、うん、使いどころをちょっと見つけたい感じも。いや、いらないこっちに見た方がかな。もしくは草薙さんの作品の何かしら置いたりとか。あ、でも便利だねこう、こういう風に入ってくるんだね。あと草薙さん、もう一個それね、かわいい。いいですか、ね、うん。前はね、なんか後ろの壁に当てたんだよね。そうですね。けどもさ、ここにこう見えない、入ってない。ギリギリ入って、あ、ギリギリ。うん、なんかここら辺ないんじゃない。ああ、めちゃくちゃいいじゃん。あ、めちゃくちゃいいじゃん。そこにしよう。うん、とてもいい。どうですか、なんか草薙さんの、 その作品だったり、そのグッズ的なものとかは置かない感じですか。前だとサバ缶のなんか DVD 立てたりとか、なんか新作のやつとか、はいはいはい、小判切りとか、はい、ポストカードとか、はいはいはい、ちょっと、まあ、そういうものだと時期によって置いたりするのもいいかもしれないですね、はいはい、そうですね、うん、いいんじゃない、決まりましたね。そうですね、まあいろいろその撮影によって、そうだね、まあ、そういったところでもちょっと見てる人にも楽しんでもらえるかな、うん、みたいな。そうだね、ちょこちょこよく見てもらえると変わってるなみたいな、今日は変わったなみたいな、それも一つの小さな楽しみにしていただけると。うん、 OK、 決まりました。徐々にちょっと少しずつ増えていくし、こう居心地いいですよ、すごく。ちょっとずつ増やしていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。チャンネル登録よろしく。今日も動画を見てくれてありがとう。ぜひチャンネル登録お願いします。その他いろんな SNS もやってるから見てみてね。またお会いしましょう。バイバーイ。